さんこんにちは。オンラインフランス語学校オンサンブルオンフォンセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。キャフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。メインパーソナリティのやすこです。いつもお世話になっております。アラキャフェットのメインパーソナリティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、コメンテーターのミキです。今日も頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そうですね、ところでミキさん、あの週末とかって普段何して過ごされてるんですか？そうですね、あの週末ってなんやかんや言って1週間で一番忙しくて、でも本当フランス人の方とかってパーティーが大好きじゃないですか。で、あのやっぱ呼ばれたりとか呼んだりもしなきゃいけなかったりとかで、パーティーをやると買い物がすごく大変で、で、まあ、人が家に来るのでもう掃除もすごくしなきゃいけないので、あの週末はもう超慌ただしいフルスケジュールですけど、安子先生はいかがですか？そうですね、同じくやっぱ週末って、ね、呼んだり呼ばれたりなので、うんね、やっぱりうちもこう庭掃除から庭いじりからいろいろあるので、あと日曜日って普段こうショッピングできないというか、まあ市場ぐらいしかね買い物できないんですけど、みんなお店閉まってるんですけど、でも庭いじりのお店って開いてるって知ってました？あとイケアとかなんかそういうあの車を使わないといけない、あの買い物に行けないようなジャンルって日曜日も開いてたりするんですよね？そうですね、全部じゃないんですけど、まあ、結構午前中だけとか大きいところとか、意外と今まではね日曜日何もできなかったですけどなんか庭いじりとか結構空いてるので、まあ、そういうのに精を出してますね。じゃあ今度ぜひブログにもその素敵なお庭の写真をお願いします。わかりましたはい、じゃあ今回ですね、アラカフェにお便りが届きましたので早速ご紹介します。 ラジオネームポンチョさん、やすこ先生こんにちは。こんにちは。アラカフェの皆さんこんにちは。5月のゴールデンウィークハネムーンでパリ旅行に行ってきました。初パリは最高に楽しかったです。アンサンブルの先生に旅行前レストランで使うフランス語などを特訓してもらったので、喫茶店やレストランでフランス人と少しフランス語が話せたのがすごく嬉しかったです。喫茶店に行って驚いたのは、レストランに犬連れの方がすごく多くて、メトロでも犬を連れた人が普通にいたことです。どの犬もおとなしくしていました。私も犬を飼っていますが、誰かで構わず吠えまくり手に負えません。フランスやアメリカはペット先進国と聞いていますけども、フランス人とペットの付き合い方などを教えてください。参考にします、ということですね。そうですね、まあ、フランスにいるとね、本当にペットを連れて散歩している人を見かけない日がないってね言えるほど、かなりペットを飼っている人が本当に多いんですね。それですね、なんと実はフランス、世界で一番ペットを飼っている人口比率が高い国なんですよ。知ってました？なんか 多いなとは思ってましたけど、こうやってデータにちゃんとあるんですね。そうなんですよ、実はちょっとあの昔のデータなんですけど引っ張ってきたら、あのですね、統計がですね、1位じゃじゃん、魚3500万匹だそうです。その次、2位、猫ちゃんです。990万匹、すごいですね。3位、犬、ワンちゃんは850万匹、まあトントンですね、猫とね。で4位が鳥類、鳥ですね、660万匹です。で、まあ、5位になってくるのが、まあ、ウサギやハムスターなどの小動物系が、まあ、380万匹。すごいですね、うん。まあ、あと犬や猫がいる、あるいは両方いるなんていう、ね、家庭は約 45% も半分に近いですね。半分ですよね。ね、本当すごいですね、うん。こんなに言ってね、まあ、キャフェのオープンテラスでなんかワンちゃんを、ね、足元にな読書にふけるパリジェンヌね、よく見ますね、なんてね。うん、なんかね、皆さんがこうね、こう観光で来られた時にも見かける、なんかちょっと憧れですよね。かっこいいですねそうですね、まあ、あのまあいいとこだけじゃなくてね、まあ、道の上にね、まあ、なんか落っこしてますけどね落とし物ですね、ちょっとね大きな落とし物がね、なぜか ね、 ね、ど真ん中にあるんですよね。そうですね、もうちょっと端っこでやってくれた方、飼い主はおいおいって感じで、日本ってすごい厳しいですよね、あれね、うん。だってね、あれね、道の真ん中でしたらね、その後その人が踏んじゃうんじゃないかと思うから、
なんか自分のためにもどかさないのかなっていうそのモラルがちょっとねびっくりしちゃいますよね。まあ、あのパリなんかね、あのワンチャン便処理係の人いますからね。さて、まあ、こう統計に言いますけども、1位が魚というのはまあね、まあ、見えないんですけど、まあ、一般家庭に1匹だけ飼ってる鳥もね、10匹とかね、飼ってる人結構いる。そうですね、だってこれ魚によってはさ、氾濫じゃないや、繁殖しちゃって30匹とか飼ってる。そうそう、大体みんな結構アクアリウムってですね、水槽を、うん、まあ、持ってたらね、いろんな種類とか飼ってるので、まあ、10匹20匹も犬猫は飼えないですけど、まあ、魚はねありえるかなっていう話ですね。うん、そうですね。だってなんか犬猫の話なんですけども、ちょっとミキさん、はい、最近なんか犬を飼われたって聞いたことあるんですけど、旬ネタじゃないですか。そうですね、旬ネタですね。で去年の秋ぐらいから飼ってるんですけど、ずっと犬は欲しくて、でもいつも旅行ばっかり行ってるので、なんか飼いたくてもね飼う資格がないなと思ってたんですが、当時ねとても仲良くしてる近所の方とかが、ちょっとその高齢の方なんですけども、ちょっと犬が亡くなってしまって、で私も犬欲しいんですよねって話したら、いや私はねもうあと何年生きれるか分かんないから、ちょっと今から飼っても犬が長生きする可能性があるので、もうあなたがいない時いくらでも私喜んで面倒を見るから飼ってくださいっていう風に後ろ盾があって、あもうじゃあ飼っちゃおうみたいな、預けて喜んでもらえるなら超いいじゃんということで、今まで飼えなかったんだけど初めて飼って、でもねその日本でもう猫しか飼ったことがなくて、もう犬の飼い方なんか全然わからなくて、で犬がね3ヶ月の時にうちに来たんですが、あそうだ、フランスは法律で確か2ヶ月以上にならないと売買しちゃいけないんですよね。で、ああ知らなかった。うん、でそれで買って、もうねピーピーとカカをね部屋中すべてどこでもするんですよね。だからね1時間おきに散歩に出かけて、外でねしてもらうようにしなきゃいけなくて大変だったんですけども、まあ6ヶ月過ぎたぐらいからちゃんと外でしてくれて家でしなくなったんですが、まあなんかすごく驚いたのが、フランスの人ってみんなアパートで犬を飼うじゃないですか。で日本みたいに玄関で飼うとか、あと家の中にいるのに家の中でカゴに入れたりしないじゃないですか、ケージの中とか。もうみんな放し飼いで、でだからしつけをねすごくしっかりしないと、なんていうんですかね、やっぱ住民にね噛んだらいけないし、吠えてもいけないし、本当にねしつけがすごいしっかりしないと、やっぱりフランスの社会というかこの人間社会に馴染めないので、動物病院の人から言われてしつけ教室に行き始めたんですね。でなんかうちの犬はなんていうかな、誰でも彼でも怖がって、いつも震えてて、その知らない道とかに行こうとしても震えて行かなかったりとか、ちょっと不便なことが多かったので、でそれでしつけ教室に行き始めたんですけど、なんかねこれがすごい安くて、アソシエーションなんですけども、年会費が90ユーロで1回だと5ユーロでね、そのしつけが学べるんですよ。やっぱ国でね、うん、やっぱりそうやって犬のしつけに対してこう熱心ってことですよね、やっぱそういうの。そうそうそう、しかも1回5ユーロだったらもうすごいいっぱい行けるじゃないですか。でそれで多分15回から20回ぐらい行って、でどんどんそのなんか良い子になってきて、なんか今は楽しく犬を飼ってるっていう感じですね。でそうですね、まだねうちの犬ちっちゃいので、このカフェに行って足元でおとなしく寝るっていうのが無理なんですけども、うん、やっぱりみんな犬飼ってますよね、フランス人の友達とかもね。あとやっぱしつけがみんな厳しいですね、こう容赦ないですよね。容赦ないよね。で私もかわいそうだから厳しく叱れなくて、いつも甘やかしてたらどんどん舐められちゃって、で一回ねスペインかどっかに旅行した時に、そのちょっと彼のご両親に犬を預けたら、彼のご両親がねもう超スパルタで超厳しいんですよ。ですぐもすっごく怒鳴りつけて怒って、いやもうあんな厳しい人にいたらかわいそうだなと思ったら、旅行から帰ってきたら
うちの犬がすっごくいい子になってきて、言うことも何でも聞いて、マナーが良くなってきて、だからってその彼のお父さんがいくら厳しくても大好きなんですよ。だからしつけって本当難しいなって思いますね。そうですね、うん、うち実家で昔日本ですね、犬を飼ってたんですけど、まあ犬の中、家の中じゃないんですけど、うん、柴犬でものすごいこう気性が荒かったんですよ、うんうん、それでうちの家のものには絶対なの吠えたりはしなかったですけども、他の人には吠えましてですね、うん、すごいよね。うん、うちのね姉がね、日本にいる姉が2年ぐらい前に子犬の柴犬を飼って、でね、なんか今の真ん中のゲージに犬がいるんですね。すごい狭いゲージの中に一日中入ってて、で共働きで、で家に行くとね、すごく綺麗な家だったんですけど、入った瞬間もう犬臭くて、なおかつしつけを全くしてなくて、私が3時間姉の家にいると3時間永遠に巨大な声で吠えるから会話ができないんですね。で、散歩の時はなんだろう、強引にその歩いていくから、もう引っ張り回されてるんだよね、飼い主はね。だから、うん、でもフランスってそういういない犬いないですよね、吠えまくる犬とか。そうそうそう、あとよく見てたら絶対ほとんどの犬がこう引っ張らないですよね、こう飼い主より前に出ないようにこうしつけられたりとか、うん、もうほとんど綱なしで歩いてる人も多いし、やっぱりその辺は犬猫はものすごい、あ、猫は知らないですけどね、犬はねすごいとめっちゃ厳しいですし、ちょっとでも吠えようもんならね、ものすごい怒鳴りつけてますからね、うん、みんなね。だからちょっとうちの近所は私は郊外なんですけども、散歩して犬を飼ってる家の前を通っても吠える犬って全くいなくて、なんかクンクンって寄ってきたりするぐらいで、なんか日本に住んでた時はよく小学校の頃とか、この家の前通ると犬が吠えまくって怖いからダッシュで通り過ぎるとかなかったですか？ありました、ありました。それ初めからワンみたいな。そう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 、なんかそういう風に意味がなく威嚇する犬とかなくて、うん、なんか本当にしつけもすごくて、なんかみんな旅行とかでももういつも一緒だし、飛行機とかでも一緒だし、あと飛行場とかも犬連れて歩けるし、もう薬局やパン屋さんもね犬連れて入れるし、そうですね、ただスーパーとか食品売り場は犬連れていけないんですけども、本当ねどこでもみんな犬連れてって、でも凶暴じゃないので、なんか共存してるっていうのは本当ありますね。共存といえばですね、スイス、私フランスはちょっと把握したいんですけども、あるんですけど、スイスで電車に乗るときに、なんと犬は半額で子供と同じ料金なんですよ。やっぱお金払うんですね。共存といったところでね、お金もそこの辺ちゃんと取るみたいです。へー、私びっくりしました、子供と犬が同じ料金みたいな。フランスも巨大な犬乗ってるけどお金払ってんのかな、あの人たちね。確かあった気がする、ちょっと分かんないですけど、なんかね、うん、そういうのが料金、別料金が発生した気がしますね、うん、あんだけ大きかったら発生しますよね。ね、場所取りますよね、うん、そう、3人分、立ってる人3人分ぐらいのスペースで座ってますもんね。でっかい、でもおとなしいんですよね、パッと気づいたら椅子の下に犬がいたみたいなね。うん、そうですね。あとね、動物病院はね、やっぱり日本に行ったことがないんですが、すごく高くて、昨日じゃない、最近ワクチンしたら、先週かな、ワクチンがね、90ユーロとかで、うん、結構いい値段で、あと、病院に行くとね、やっぱね、1回60から100ユーロなくなるのでね、なんか1ヶ月に1、2回、犬のために動物病院に行くと、ワンちゃん貧乏になっちゃうなっていうのは感じますね。やっぱ犬に保険は適用されないんですか？でもワクチンとか保険ないですもんね。ね、なんかこっちの保険ってな、犬保険とかね、ありそうな気がしません？ね、ありそうですよね。多分あると思うけど、多分高くてね、元取れないんじゃないかな。ああ、なるほどね。切りないですよね。友達もなんか犬子が、なんだっけな、ディアベットってなんだっけ、精神病じゃなくて。ノイローゼ？ノーローズじゃなくて、なんだっけ、糖が溜まりやすい、糖が高くないやつですね、糖尿病だ。あ、そうそう、糖尿病になって、なんかこう注射を朝晩打たなきゃいけないとかって、もう人間並みのケアですね。あ、そう、点滴とか家で打つ人もいるんですよね。そうそうそう、うん、まあやっぱり、まあ、
ペットは家族ということで、もうね、もうちゃんと、ちゃんと病院にも行ったり、しつけもかっちりやって、ね、やっぱり家族ということで、犬も猫も共存しているのが、まあ、フランスということですね。そうですね。フランス語レッスンをちょっとやっていきましょう。さて、そうですね、会議とかコンサートなんか終わった後で、まあね、日本でも一杯やる、一杯飲んでくみたいな感じでね、言いますけれども、まあ、ね、正しい綺麗なフランス語でしたらば、まあ、オンバブアランベル、まあね、一杯飲みましょうか、飲みませんか、なんていうの完璧なんですけれども、まあ、仲良しの、ね、人たちとね、お友達と話すときに、まあ、なんかちょっと一杯やってくみたいな感じで言うとですね、オンバブアハンクというんですね。クというのがこう一発目とかね、一発とかそういう意味なんですけれども、それがまあググッとフランス人っぽくいっぱいやってくなんていくと、オンバブアンクという形になります。まあ、もちろん先生や上司の方にはねちょっとおすすめしませんけれども、お友達とちょっと軽く砕けた感じで、なんかオンバブアンクなんていうとちょっとこうググッといい感じになります。そしてその表現にちょっと似た言葉があります。それはですね、オンバブアユヌクッパのオンバブアユヌクップ、アンクをクップになりました。普通に一杯飲むと思っていたら、実はこれ出てくるのシャンパンなんですよ。クップというのはこう、なんか灰やすり鉢みたいなね、こう刺すこと、女性名詞で、なんか一発のクーとはちょっと違う言葉なんですけれども、シャンパンを飲むとき、実はこれグラスがこうフルートというちょっと細長いこうね、コップというんですかね、このグラスをこう飲むんで、飲むんですけれども、そちらのこう表現がクープと呼ぶので、こうユヌクープと言われると、実はこれは一杯飲んでいくではなくて、シャンパンを一杯飲みますかという、実はこれはとてもお上品な表現になります。パーティーやお上品な会合の時には、ブブレブワーイヌクープと聞かれたら、実はこれはもう完璧にシャンパンのことなんです。ちょっとアンクーとはちょっと違いますけれども、一緒にこう覚えとくとお得かもしれません。はい、こちらはとっておきフランスインフォにも掲載中です。 http://info.ensemblefal.com でも確認できます。はい、ではそろそろお別れの時間です。こちらザラジオに、あとご要望、ご質問、人生相談などございましたら、こちらのアドレスまでお気軽にご連絡ください。 radio@ensemblefr.com、 radio@ensemblefr.com、 こちらまでどうぞ。それではアビアント、オーバー、オーバー。